日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷おびえおびえは、岡山県倉敷市倉敷地区にある地域である。かつてのつくぼぐんおびえ村に相当する。現在のおびえ小学校区にあたる。倉敷市の倉敷地区東部に位置する。羽島二日市、加須山、亀山、めやま、おびだか、り倉敷ハイツからなる。 北西から南東に細長いエリアである。倉敷地区の中央に座する南北に長い、丘陵地帯の東側及びその麓の平地にあたる。東部に、豊洲、茶山町南部に富士と、粒ぶこ新田、北部に中小、万寿西部は、倉敷中心市街地と接する。古くは、周囲は、木々の穴海と呼ばれる海域で、数山丘陵は当初であった。 麓の平地は、干拓による、日田地帯であった。帯江え村氏には、天正十三年、当時の岡山城主、浮田秀家がいわゆる、浮田包築造による干拓を行い、神殿を開墾したとされる。江戸時代にはこれに続く、帯江神殿、林間神殿などが造成された。もともとは、江戸時代に、現在の二日市が、帯江村と呼ばれていたが、古くは帯江は、 現在の中小帯江と四つ一帯が海域だった頃の海峡地帯の名称であった。それを由来に尊名をつけたとされる。その後、寛永5年に、戸川氏が帯江村に陣屋を構えて、帯江事業所を名乗る。元六期に、帯江村が二日一村に改称。明治二十二年に、久保屋郡羽島二日、市、加須山、亀山、高沼、 有城の六村が合併し、同軍隊高村となり、同22年6月1日の松村政施工時に、地域内のいずれもが、江戸時代に、帯びえ事業所と川市の所領であったので帯びえ村に、改称する。昭和26年に、倉敷市に編入合併した。もともとは、水田を中心とした、農村地帯であり、米の他に、 麦やイグサを主産物とし、イグサを加工した畳表や花むしろを生産したが、第二次世界大戦後に、国道2号線岡山バイパスが、当地中部を通過すると、国道など幹線道路沿いを中心に、商店、企業が進出、また、中心市街地に近いことから、農地は次々と宅地に変わり、給料場などには、団地が造成され人口は急増。現在は、 完全に都市化している。樹永三年の藤との戦いの時、源氏方は当時は、島だった当地の和山丘陵や、甲坪山と陣地とした。また、佐々木森綱が、藤都海峡を馬で渡ったことに関連する佐々木谷や、乗り出し岩などの史跡がある。帯駅内の最北端に位置し、倉敷中心市街地のすぐ東側にあたる。 羽島山と呼ばれる丘を中心とし、か山丘陵北東側に至る地区で、かつてはこの辺りは海域であり、羽島山はその名の通り、羽島という当初であった。か山丘陵の北の麓には、縄文時代の貝塚が発見されており、かなり古くからこの島に人が居住していた。その後、前述の天正期の浮田市による干拓により、陸地化したとされる。 江戸時代には、都堺郡帯江村のうちとなっていたが、昭法年間に、帯江村が、久保屋郡へ移管され、さらに元六期の建地の時に、久保屋郡橋間村として独立した。江戸時代は一貫して、戸川市帯江事業所の領地として明治に至った。明治になると、周辺五村と合併したい、高村、帯江村を経て、昭和26年に、 倉敷市に編入合併した。市街地に隣接した地区であることから宅地化が、著しく、丘の上には、羽島台団地、か山丘陵側には、羽島が、丘団地などが造成されている。また北部には、岡山県立清陵高等学校も、立地、東地区北側の大島地区などは、観光庁が多く、当地北部の一部にも保健所や、 県の出先機関が立地している。岡山県道22号線、74号線や大型指導が小町トンネルを通過して造成されるなど、道路交通網が充実しており、道路沿いを中心に、商店や企業の進出も著しく、交通量、人口も急増、現在も増加している。帯エリア中北部に位置し、和ぞやまの一部とそのふもとの平地からなる。 平地部の大半は、近世はじめの海伝地帯であるが、丘陵の麓あたりは、古くからの集落であり、中世には、毎月二の日に市を開く山菜市場として栄えた。現在の地名はこれに由来する。もともとは、当地は、古境群郡帯え村と名乗っており、寛永5年に、戸川康利が帯びえに陣屋を構えて以来、帯びえ事業所の所領として明治まで続いた。 元六期の検地では、現在の二日市村に改称されており、国高401国ほどの記録がある。国道2号線バイパスに近接し、倉敷市街地に近いことから、怯えの立地区同様に、岡山県道74号線沿線を中心に、宅地化、市街化が著しい。また、史跡として、怯江ジニア跡や、河流寺の夏、大倉神社の黒松などがある。 帯エリアの中央部に位置する。か山丘陵の南端部とその登録の平地からなる。エリア内の他地域同様、平地部の大半はかつては、きびの穴海であり、干拓により、陸地化、日田地帯となった。近世諸島にはこの付近の海域は、吉原や干潟が広がり、現在のか山丘陵とその南の甲坪山の海峡である小瀬とは、 歩いて渡れるほどであったと言われる。現代四年、この地方を領有していた、庭瀬藩主の戸川通康が、帯江村の庄屋であった、昭左衛門、伝右衛門ら兄弟三人に監督を指示。五町六端余りの神殿を造成した。さらに、中にリーダ、小瀬戸神殿と監督が続いたので最初の神殿は、古神殿と呼ばれるようになった。 関永17年に小瀬戸神殿が完成すると、当時塩入川となっていた、現在の倉敷川の流路も定まってきたとされる。慶安3年に建地が行われ、丘陵南端周辺と開墾された神殿を合わせて2日、市村から独立し、宮古堺郡軍合山村となり、帯越行所の領地となった。村名は、和山丘陵が周囲が、海域の頃は、ガスと呼ばれていたが、 陸地化したのでガス山と呼ばれるようになり、その丘陵の南端に位置することから、丘陵の名から村名を取った。後に現在と同じカゾ山の表記に変わる。幕末頃のカゾ山村の国高は、およそ457国。明治期に周辺と合併したい高村が成立した時、当地に役場が設置された。現在も怯江小学校などがあり、 帯江地域の中心的な地区となっている。昭和期に当地を国道2号岡山バイパスが通過することになり、また、倉敷市街と茶山町とを結ぶ岡山県道74号線が国道2号と交差、交通の要衝となった。倉敷ハイツさらに給料上に大規模な住宅団地、倉敷ハイツが造成され、新たに大技、倉敷ハイツが分離した。 そのため、宅地会や企業、商店の出店が著しい。帯エ,エリアの中東部に位置し、上機加須山の東部にあたる。北は豊洲、東は茶屋町、南は藤戸に隣接している。上元年に吉原を開墾してできた日田地帯で、開墾当時は2日、市村の一部であった。しかし、天那2年に分立し、宮古境郡亀山村となる。 開墾から明治まで、怯事業所戸川市の所領であり、慶応4年の記録によれば、田39丁6端7本1歩畑4丁3端7世5歩総国高552国5と6勝現在は、岡山県道74号線沿線をはじめ商店、企業が多く立地、宅地化も進んでいる。怯えエリアの南東部に位置し、エリア内で、 唯一六県側東岸にある地域である。大域同様、かつては海域であった。江戸時代の漢文3年に吉原を開墾して、日田地帯とした。帯江地行所領14長部と林間地行所16長部の愛宮の地となる。その後元禄15年まで3回にわたり、開墾が続いた。その途中の聖徳3年に、 宮古堺群高沼に行った村として立村する。完成年間の国高は、怯え量が602国5と余り、林島量が249国余りであった。明治5年に高沼村のうち旧怯え量だった区域と、加賀山村ほか郷村が合併し、帯高村となり、さらに同22年6月1日の村制施工時に、怯え村に解消、同時に、旧高沼を、 大技帯高に解消した。和山や亀山同様、現在は、岡山県道74号線沿線をはじめ商店、企業が多く立地。帯高配置などの団地も造成された口下も、進んでいる。また東部は、茶屋町駅に近いことから茶屋町から続く、駅前町の一部の様相も停している。そのため、現在、東部の一部が、 東隣の茶屋長学区となっている。帯江エーリア南部に位置し、倉敷川の東岸にあたる。甲粒山と呼ばれる丘陵の周辺一帯である。古くは、ありきとも表記された。甲粒山はかつては当初であり、北側の数山との間は小瀬戸と呼ばれる海峡となっていた。近世諸島には小瀬戸が浅くなり、徒歩で往来ができたことから、歩きとなり、 それが転化して、ある木となったことが、地名の由来とする俗説があるが、詳細は不明である。なお、現在も小瀬とは、障子として現存している。江戸時代初期には、帯江村の一部で、寛永5年に、戸川氏が、帯江事業所を置くとその所領となり、寛永8年に、久保屋郡有木村として独立。その後万次年間までに、村の周囲を開墾し、新田を増やした。 元六期の地図には、有城村と表記される。幕末には、有城村内に現在神殿となっている、上田集落を含み、218国八都一章の国高であった。なお、甲坪山は、数山と共に、樹影3年12月の源平富士都合戦の時に、源の乗りより率いる源氏軍の陣地となった古戦場である。佐々木森綱に、 ゆかりのある佐々木谷や一枚畑、乗り出し岩などの史跡が、現在も点在している。現在、交通網山には、山陽ハイツや倉敷市立辰美中学校、岡山学院大学、岡山短期大学などが立地するほか、団地が、造成さえ宅地化も進展している。また、岡山県道22号線が縦貫し、周辺は、商店、企業などが立地する。 地理的な理由から富士と天城地区とのつながりも強い。平成24年9月末現在。羽島の一部と帯高の一部を除く全域が倉敷市立帯江小学校区。残る羽島の一部は倉敷市立倉敷東小学校区。帯高の一部は倉敷市立茶屋町小学校区。帯高の一部を除く全域が 倉敷市立辰見中学校区、残る橋島の一部は倉敷市立東中学校区、帯高の一部は倉敷市立東洋中学校区となる。帯江村に関するカテゴリー、ありがとうございます。